素晴らしいですよね。ゲームに音があるって素晴らしいよね。もうね、最近ね、むしろね、ゲーム音が、なんか、あるのがね、すごく幸せに感じる。もう頻繁に音が飛ぶので、こうやって音がね、聞こえるってね、本当に幸せ感じる。すごいよね、このゲームね。たったこれだけなのに、なんでこんな感謝しきれないんだろうっていう気持ちにさせてくれるのが荒野行動。そしてこの激おも、でも、カクついてますね。まだいい方なんですよ、これ。まだまだこんなのでね、射撃戦で負けてもね、言い訳しちゃいけないレベルなんですよ、このカクカクでも。もう、60分の1フレームどころか、3分の1のフレームぐらいしかないんじゃないかみたいな、そういうのもありますからね。こうやって、もうアイテムすら表示されない。地面には置いてあるはずのアイテムがこうやって見えないんですよ。重すぎて。バグで。なので、このゲームね、心眼が鍛えられるんですよ。どの辺にアイテムがあるかなっていうんで、予測でこうやってアイテム、掴みに行く。そういうスキルが身につきますね、このゲームは。本当にこのゲームっていろんなスキル身につきますよ。ヘッドギア装着したらこんな感じで坊主になっちゃうんですよ。だって、そうでしょ。いくら女性っつってもさ、軍人だから坊主にするのは当然ですよ。ヘルメットをつけると、なぜか透明で、しかも坊主になる。光学迷彩仕様のヘルメット。もう最新だよ、これ。見えないんだもん。もう、そのうちこうやってね、モーションすら飛ぶ。まさにカカシですな、みたいな。ベネット風に。もう、カクカクでね。これいいよね。これ、女性の坊主フェチの人からすればもう最高だよね。今、防弾ベスト2、レベル2装着したんですけど、こうやって見えません。当然のごとく。これ当たり前なんでね。これが、荒野行動なんで。最新のゲーム、2017。中国製のゲーム。あそこにある車を破壊しておきましょう。もう、カクカクなので、攻められたら嫌ですね。こうやってね、左に出るんですよ、撃っても。最新のゲームは左に出ますね。タイヤを壊しても壊れた音しかしない。だから、これね、だから敵は車乗るじゃないですか。そしたら、だけど、タイヤは潰れたエフェクト出てないのに、走れないみたいな。あれ？おかしいな？みたいな、そんなことが起こるわけですよ。で、地図開いても、地図も当然、光学迷彩仕様ですから、見えないんですよ、透明で。もうそのうちね、世界すらこうやって透明になるんですよ。これ建物がね、透けるんですよ、このゲーム。なぜならこれは荒野行動だから。最新のゲームはね、こうやって見えないんですよ。建物も見えないんで、家の中に立てこもってる敵が、もうもろわかり？まあ、そういう、なんか、新たな戦術がね、組み込まれていく、そういうゲームなんで、すごいでしょ。ね、これね、もうそのうち地面すら潜れるんですよ。こんな感じで。アンダーグラウンド。これね、地面から攻撃できちゃうんですよ。このゲーム。車はどっか行っちゃうし、キャラクターは地面に潜り込んじゃうし、もう、なんなら私は一向にこのままで構わんが、みたいな。ここがアンチだったら永遠にここに居続けるぞ、みたいな。出てきちゃったけど。
もうこんなわけのわからん感じですよ。もう、なんか地面があるのかないのかよくわからない。あ、もう歩くモーションすら消える。今ね、寝そべってるはずなのに、こんな感じで立ち上がってる。一本足で。これかなり鍛えないとできないことですよ、これ。やっぱ軍人さんはできるんですよ、こういうことが。と思ったらやっぱ足がつっちゃったみたいですね。治りましたね、ラグが。OK。待った甲斐があった。やっぱね、人数が多すぎるんじゃないかな。105人って出てるもん。半分近く減ってきてくれたので。あー、重い。めっちゃ重い、これ。すーごい重い。もうカックカクですな、これ。アイテムももちろん透明のままで見えませんね。このままで戦闘になってしまうと、もうただ一方的にやられちゃうだけなので、このラグが回復するまで、もう待つしかないんですよ。どうしようもないっす。この辺でもうずーっと我慢ですね。アンチにいるので、もうここでずーっともう、寝そべる戦術で行きたいですね。何もせぬまま、もう50位まで生き延びることができましたね。いつの間にか戦闘すらしてないのにダメージすら負ってるあたりがいいですね。なんかね、この状態でね、海入ると透明になるんですよ、これ。プレデターですよ、これ。上陸するとこうやって体出てきちゃうんですけど、もう一回入ればこうやってね、消えるんですよ。これ最新のね、ゲームですよ。あ！やばいやばい。光学迷彩が取れちゃったよ。やっぱね、プレデターはね、水の中入るとね、光学迷彩溶けちゃうんですよ。もう解除されちゃいましたね。残り人数が減ってきたせいか、バグも消えちゃいましたね。本当に残念なんですけど、私はこの状況で勝ちに行きますからね。ソロでドンカツ取りに行きますからね、マジで。アイテムすらどこにあるかがわからない。武器も AK-47。地図も開くこともできない。車に乗ったら地面の中、めり込んじゃう。もうこれが最新のゲーム、荒野行動なんで、もうしょうがないですね。だけど、この状態で勝ちに行かないといけないんですよ。本気ですね。次のアンチが、400メートルぐらい離れてますね。海岸沿いなので、ここは結構安心していけるんじゃないかな。もうこの最低武装。
にもかかわらず取りに行くっていうね。やっぱ重たいですね。カクカクですね。せっかくなんで、ボート使いますね。ボートって最大ね、121キロ速度で出ますね。どう速い。だけど、ちょっとでもね、左右押すと、一気に、なんだろう、スピンしちゃうので、難しいですね、ボートは。あっという間に、自分の着きたい場所に来ましたね。ここまで来たら、もう勝ちに行きますよ、ドンカツを。もうなんだかんだ言ってね、AK-47 も、バンバン当たって頭に炸裂すれば相当火力あるのでいけるんじゃないかな。あ、いた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 。ダメだ、スコープ持ってねえんだった。 あんなところにさ、いるのにスコープ。当たれ、2発当たったよ。これで相手ね、体力がもう半分以上減るので、やっぱ AK-47 はね、火力だけはすごいっすよ。胴体に2発当たりましたけど。めちゃくちゃ重たいんで、やっぱりこの辺で我慢しますね。12月8日にメンテナンスが行われるみたいですけど、もうこれはね、期待してる。もう、頼むから、もうさっきみたいなバグとか、ラグ、改善してほしい。どうにでもいいから、とにかくラグを解消してほしい。もうバグ、ラグを。そうじゃないと、何にもならないし、あとね、チートプレイヤー、もう、なんとかしてほしい。対策を練ってほしい。チートプレイヤーがね、すごく多いっていうのに、もうはっきり最近分かってきた。ガスエリアで寝転んでるプレイヤーとか、平然といますね。あと、オートエイム。せっかく2位まで上り詰めたのに、チーターに負けてる動画がね、調べてみると、よくある。間違いなくいる。一発も外さずに、頭を的確に当たって、打ってくる。やっぱ今、いるんですよ。このゲームにもチーターが。ここで天の恵みで。防弾ベストレベル2ゲット。ありがたいですね。今の私にはこれだけでも、恵みですね。もうこの、ギリギリの ガスエリアを走っていくスタイルですね。かーいじくん、どうした？男だったら、ど真ん中走ってみんかい？博打の神様に嫌われるぞ。どんとこんかい？青天井のチンチロ、どんと張ってみんかい男なら。ふふ、下手だな、カイジ君。下手っぴさ。欲望の解放のさせ方が下手。カイジ君が本当に行きたいのは、ど真ん中の青色のライン。だけど、それはあまりにも危険だから、こっちのしょぼいガスエリアの赤いラインを進むって言うんだ。カイジ君、ダメなんだよ。そういうのが実にダメ。せっかく人を撃ち殺すゲームなのに、そんな遠回りしようとしてたら、その妥協は痛ましすぎる。そんなんで人を撃ち殺しても美味しくないぞ。かえってストレスが溜まる。倒せなかった。キル数が全然伸びていかない。心の底は残ったままだ。自分へのご褒美の出し方としちゃ最低さ、カイジ君。贅沢ってやつはさ、小出しがダメなんだ。やるときはきっちりやった方がいい。それでこそ
次の節制につながるってもんさ。違うかい？なんだかんだ言って8位まで上り詰めてきましたね。こんなところに 寝転んでていいのかしら 案外ね、こういう隆起したところがバレづらいんだよね。草むらもあるし。この辺とか、いそうじゃないかな。まあ、これまた遠いな、これ。どんだけ私は嫌われてるんだ。あ、いるね。いるいる。あんなの当たりやしないよ、こんなのじゃ。もうダメ。無理無理。どうしようもないんだって。まだ距離が240メートルあってあと30秒だよ。どうしようもないね、こりゃ。この道路のど真ん中で寝ていくスタイルっていうね。どうして私は撃たれないんだろうかって思うよ。ああ、派手にやっとるね、ドンパチ。なんで気づかれないんだろうか。残り、もう10秒切ったんで、この車使っていきます。残りの敵全員を車で引き殺せないだろうか。突っ込むぞーっつって。ここで見るのは地図じゃなくて、アンチまでの距離ですね。はい、オッケー。もうこんなところでいいから止めちゃう。ちょうど目の前に木があって、バレづらいよね。ここはね、ふんだんにね、回復薬使っていきます。なんだかんだ言ってこの状況から、いや、あの状況から4位まで来てるからね、今。もうこれは神様からの啓示ですね。あの苦行？荒行は全部このためにある。ドンカツを取るためにわざわざ、道しるべ、神様が掲示してくれた道しるべですね。ですね。これは取りに行く。で、またむちゃくちゃ遠いところの、アンチが遠すぎますよ。いた！あんなところに、森蔵いた！バレバレでしたね。まさかこんな、音がどううるさい。AK-47 でもうぶっ放していくっていうのが面白いよね、これね。もうこんなすごくうるさい銃でさ。あ、いましたね。いたいた。森蔵2体目。当たらんね、これじゃもう。スコープが欲しいよ、私や。もうどうしようかな、もう。あと1人じゃん。あと10秒なんで。このもう、車使っちゃいますね。車でもう最後引き殺したい。多分下にいるっしょ。うわ、いたよ！森蔵いた！いや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 、森蔵いた！ひでえ。ひどすぎる。あの状況から、ここまで生き延びてきたのに、ひでえ。ひどすぎる。